あら、珍しいわね。あなたがこんな辺境に訪れるなんて。ああ、君か。こんにちは。凛之助さん、その花束は、それが誰のお墓かを知っていてのお供えなのかしら。いや、どうしてだろうね。僕にはこれが誰かのお墓だということはわかるんだけど、どうしてもこのお墓の主が思い出せないんだ。けど思い出せないくらいの人のはずなのに、それでも忘れちゃいけない気がしてね。天気がいいとずいぶんと落としちゃうのよね。爆睡だったようだったが。それにしてもさすがにお墓に関わないんじゃないかしら。いや、このお花なら僕が来る前からあったな。あらら、そうなの。一体誰かしら。カード放出。熱狂に屈したわ。スペルカード決壊。たくさん決壊。スペル開封。マスタースパーク。スペル。テレポート。行くよ。はあ、物騒転生。すっげえ。
や、よしじゃねえ。今のは反則だろ。ちゃんと弾幕ポップをしろよな、レーム。はあ、何言ってんのよ。今のは撲殺死ぬ弾幕、隠れボンバーよ。相手は死ぬ。おい、誰でお前が考えた遊びなんだかよ。ちゃんとルールくらい守れよな。ああ、まったく意外と細かいやつね。かけるわよ。まった集まったか。だいたいいつもお前が、うん、ギャー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 、うるせえな。毎度いい同居してんじゃないの。で、あんたたちは何の用なの。私たちはその特に用事はないんですけど、ムーミヤちゃんがあるみたいで。はあ、こいつが。一体何の用なのよ。あ、わい。プレゼントあげる。その何？せっかくならお賽銭や食い物が良かったけど。ありがとう。相変わらず賑やかな娘たちだな。そうね。ほら、逃げるなよ。あのカカン。このアホ。あれから出会うたびに二人の記憶を消してきたのに。まったく。
思議なことに、また何事もなかったように戻ってくる。理屈じゃないのね。ちょっとねだいちゃうわね。こら聞いてんの。大きくなったミコのお話。私が消えてない。